27クラブは27歳で死亡したポピュラー音楽のミュージシャン、アーティスト、俳優の一覧である。薬物乱用とアルコール依存症、殺人、自殺、交通事故など暴力的な手段によって死亡していることが多い。1969年から1971年の間に数人の人気ミュージシャンが死亡したことにより、 死はこの年齢でよく起こるという信念につながった。統計学的研究では25歳や32歳と比較してもこの年齢での死亡者の異常なパターンを発見することはできなかった。2011年の BMJ の調査ではヤングアダルトミュージシャンの死亡率は他のヤングアダルトのそれより高いという結果が出たが、名声は ミュージシャンの死亡リスクを高めるかもしれないが、このリスクは27歳に限定されないと結論付けている。27クラブは音楽雑誌、新聞、デイリープレスで繰り返し引用されている。いくつかの展示は小説、映画、舞台芸術などのアイディアに捧げられている。 このような早期死亡の原因とその可能性のある関係に関する多くの異なる理論と推測がなされてきた。カート・コバーンとジミ・ヘンドリックスの電気を手掛けた作家のチャールズ・アール・クロスは BMJ の研究が発表される4年前に次のように書いている。27歳で死亡したミュージシャンの数はどの標準でも著しく目立っている。人間は どの年齢でも定期的に死亡するが27歳で死亡するミュージシャンのための統計的な波形がある。ロックバンドドアーズのリードボーカル、ジム・モリスン。ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリスンは1969年から1971年の間に27歳で死亡した。当時、 この偶然の一致はいくつかの発言を引き起こしたが、約25年後、カート・コバーンが死亡すると、27クラブという考え方が、公衆の認識の中で定着するようになった。ヘンドリックスとコバーンの、電気記者チャールズ・アール・クロスによると、インターネット、テレビ番組、雑誌などのメディアの重要性の高まりと、コバーンの母親のインタビューへの反応が、 そのような理論の原因となった。コバーンの母親ウェンディ・フレーデンバーグコバーンのコナーは、ワシントン州アバディンの新聞、デイリーワールドに次のように語った。今、彼は去ってしまって、あの愚かなクラブに加わってしまった。私は、あの愚かなクラブに参加しないように彼に言っていたのに。クロスは、彼女が言う、クラブとは、同じ年齢で死亡したヘンドリックス、ジョプリン、 モリソンを指していると指摘している。他の著者も彼の見解を共有している。一方、ジョシュ・ハンターとエリック・シーガル・スタッドは、著書、ザ27・ 27S、ザ・グレイテスト・ミス・オブ・ロック・ロールの中で、コバーンの母親は二人の王子と王子の死に、言及していたのではないかと指摘している。クロスによると、この出来事は、カート・コバーンが、 恋に死を掲示して27クラブに加わることができるという陰謀理論家たちの不条理な考えを示唆している。コバーンが死亡してから17年後の2011年、エイミー・ワインハウスが27歳で亡くなった。これはクラブに再び大衆メディアの注目が集まるきっかけとなった。死の3年前、彼女はその年齢で死ぬことへの恐れを表明していた。 27クラブのメンバーとしての資格を得るには必ずしもミュージシャンである必要はない。ローリングストーンには2003年に自殺したテレビ俳優ジョナサン・ブランディスが27クラブのメンバーのリストに含まれていた。パンクロックバンドで演奏していたが主に映画俳優として知られていたアントンイエルチンは2016年に死亡した時にクラブのメンバーとも言われていた。 同様に、ジャンミシェル・バスキアは、彼の音楽キャリアの比較的簡素さと、グラフィティアートと画家としての彼の著名さにもかかわらず、27クラブのリストに含まれている。2011年12月にブリティッシュメディカル・ジャーナルに発表された調査によると、27歳の時点で、ミュージシャンの死亡リスクは増加していないとの結論に達した。サンプリングされたミュージシャンは、 20代と30代で死亡リスクが増加していたが、それは27歳に限定されない。インデペンデントの2015年の記事でも、ポピュラー音楽のミュージシャンは27歳で死亡する。可能性は低いという統計的な証拠が示されている。ジョン・クレイギーのアルバム、モンタナ・テールの収録曲、28は、クラブのことを指している。歌詞では、ジム・モリソン。 ジャニス・ジョプリン、カート・コバーンの死に言及されている。エリック・バードンの2013年のアルバム、ティルユアリバーランズドライに2 7七クラブをテーマにした曲、2 7七フォーエバー』を収録。レッドライブのアルバム、ザブラッケストビューティフルの収録曲に2 7七クラブの名前を引用。マゼンタは、2 7七クラブをテーマにした、スタジオアルバム、ザエンティセブンクラブを発表している。 各収録曲でクラブのメンバーへ賛辞を送っている。フォールアウトボーイはアルバムフォリアドゥの収録曲27でクラブを引用。この曲はロックンロールで一般的な快楽的な生活様式を探求している。フォールアウトボーイの作詞家ピート・ウェンツは同じような危険な生活をしていると感じたためこの曲を書いた。2016年に発売された。 ヒットマンには27クラブというミッションがあり、27歳の誕生日を迎えるロック歌手を暗殺するという内容になっている。長田優子と町田十八による漫画、しおりエクスペリエンスジミナは私と変なおじさんではジミヘンドリックスをはじめ27クラブのミュージシャンが亡霊として複数登場する。ありがとうございます。